鳩本峠は、福島県福島市と山形県東沖多摩郡、高畑町の間にある峠、国道399号が通る。標高は785メートル。鳩本峠の東側は、すり上川ダムの上流、阿武ま川水系で、西側は埼上川水系であり、中央分水海にあたる、大宇山脈中の龍ヶ岳の南陸を通る。峠周辺は、 福島県内の道路として最も北に位置する。峠道は境隘につき大型車は通行止め。落石も多く通行には注意を要する。冬季通行止め。崩落や工事によって通行止めになることも多い。峠は山形県側が急勾配で一気に峠まで駆け上り、福島県側が比較的なだらかである。途中、まさしく、 陸の孤島の宮城県勝田郡市地下宿町、稲子集落を経由しながら、深い森また、森を、森は集落までひたすら走る。かなり高い確率で、野生の猿に遭遇できる。峠は、非常に視界が明けており、福島県側、山形県側とも遠くまで見通すことができる。数台が、駐車可能なスペースがあり、峠の頂上に、浜田広介の下避がある。 山形県大玉地方から仙台市へと向かう送電線がすぐ近くを通っているのも見える。晴れた日に眺める米沢盆地の田園風景は大変に美しくまさに絶景である。福島県側には牧場が広がっており、鳩峰高原と呼ばれている。山形県側は山形県の県南県立自然公園にあたる。国土地理院地図閲覧サービス。 鳩ト峠福島県道路喪失、道路交通規制情報。ありがとうございます。